340g ぐらい、はい、これあんまり意味ないんだよね、うん、でまあ2本で大丈夫です。どうなんでしょう。いやこういう切り方もあります。こういうの作ってもいいです、ね、ダイス状、こういう切り方でもいい。そっちの方があの一般的だと思う。どれ、うん、こっちの方が一般的。これだからあのさつまいもとかかぼちゃとか、うん、そういうやつこれの方が美味しい。こういうのが美味しいのは分かってる。歯ごたえが残る。であの火を通した時に崩れないし、はい、だけど楽な道を選ぶ、はい、楽な道はこれ、はい、あれでうちはお店やった時はもっと楽な道を選ぶ。クイジナトンってやつがそれガガガって言うと、ほんと数秒でこのくらいだよね。今これ 40g ぐらい、適当ですね、適当に。あんまりたくさんやると玉ねぎ味の料理になっちゃうので、はい、それであのちょっと甘み足すみたいな、はい、で玉ねぎ切りのテクニックがあって、はい、これはね、そんな細かく切らなくていいんだけど、ちょっと今回細かく、こうだと こっちにこう2箇所筋入れて、今度この真ん中にこう筋入れて、はい、とバラバラにならない。こういうふうに、はい、こういうふうに交互に、ガバラというか互いに、そうそう、そうすると切るときにバラバラにならない。これあの時間節約になるので、この切り方を覚えておくと。前と同じですよ。油大さじ1点じゃない。マスタード、はい、小さじ1杯くらい。それとチリポーズ。ここも適当ね。でよく焦がせば焦がすほどいい香りがするので、うん、焦がして焦がさないとダメ。この辺はあの味じゃなくて香りを、これもそうだけど、この両方は香り付けすることによってナッツみたいな香りがするんだよね。焦がすとナッツ食べてないのにナッツ食べたような気分です、うん、ちょっと初心者質問ですけど、はい、これは油を熱してから普通入れるんですか。いつも。いや、どっちでも構わない。どっちでも、ね、うん、結局は温度が上がらないことには焦げないから、200度以上にならないと焦げないから、どっちでも同じ、強火でも弱火でも、弱火だと時間かかるだけ、あで、俺みたいに気の短いやつはとにかく強火でなんでも、チャナダルはこれあのひよこ豆の皮のやつね、はい、で、これを入れて、これもあの香り付けです。スパイスです。スパイスとそれから食感です。チャナダルです。チャナダル。どのぐらい入れた？わかんない。これがウーラットダル。これウーラットダル。これも香りと香り付けなんですよね。5、3、1ぐらいだね。うん、味付けじゃないです、はい。香りと食感付け、カリカリの。でますますナッツを食べてるの。でこの辺はさすがにあの真っ黒黒に焦がしちゃうと、はい、苦いだけなので、これ口に入れるので、ね、これは口に入れないです。入れないからいくら焦げても構わない。であとこの辺は味ね、カシュー香りと味、大さじ1ぐらい、うん、まあ今大さじ2ぐらいだな。大さじ2だと。カシューナッツ、これ味付いてないやつですよね。味付いてない、あの生カシューです。あのケララはあのカシューナッツの産地なんですよね。うん、だから料理に結構カシューナッツ使う。それからカレーリーフ、はい、カレーリーフは火から外してから、そう、
いうことで、これあんまり炒めちゃうと油が飛びすぎちゃうので、もう温度が上がらないように、うん、カレーリーフの微妙なんですよ、このこういう生のハーブというのは、うん、少ししか火が通ってないとハーブから香りと味が出てこない、うん、ところが火を通しすぎると全部出きっちゃう、空中に放出しちゃう、うん、だからここに残る程度の温度と加え方、温度の加え方で、ターメリックほんの少し、うん、少々入れなくても構わないです。耳かきいっぱいだね。で、コリアンダー、はい、やだね、適当だ、測るの面倒くさい、測ったこと、まあじゃあこの小さじ1杯ぐらい、こんなのも好みなので、入れ忘れても構わない、うん、コリアンダーとターメリックは火を通すことね、はい、100度以上ですけど、生臭いんですよ、コリアンダー、ターメリックは特に土のような、うん、埃のような畑仕事してる時の匂いです。ターメリックウコンの匂いですもん ね、この匂いは100度以上にすることによって消えます、うん、で、これでキャベツは塩をかけたじゃない、うん、人参は塩かけなくて、後でかけ、どうしてたか説明した方が、うん、説明した方が、うん、人参はね、キャベツは塩かけて置いておくと柔らかくなるんですよ、はい、水分抜けて、それでさっと調理できると、はい、人参もさっとできるんですけど、そんなにしなっとしなくても大丈夫、電子レンジでやってもらえる、で、塩味見て、今小さじ半分ぐらい入れたんですけど、塩味見て、はい、まあ、好みの塩加減かどうか、ちょっとしょっぱいだな、ちょっと塩の塊とか食べる、うん、それでココナッツロングを置くと、ロングを切ったやつですか、うん、3分の1カップぐらいですね、これも好みなので、すごく甘くてココナッツくらい食べたかったら多めに、うん、ココナッツを入れるとココナッツの味しかしないだろうと思う人はあんまり入れない。それでもともとこの料理は この先のプロセスがあって、あ、水を入れて、水そんな好み出た、今入れたのは 70cc ぐらいだね、はい、で弱火で、はい、蒸すんだよね、はい、蒸し煮にするの、それでもインドの家庭に電子レンジがないからそういう話になるので、日本では超優秀な電子レンジってあるので、蒸しのプロセスは電子レンジやった、あとは洗い物増やしたくないとかね、はい、どうしてもそのフライパンと自分の契約がそういう契約になってるとかさ、はい、なんか突っ込んでくれ、はい、まあ家庭は買うときにそういう約束でフライパンの話がついてるからさ、まだ続いてるそういう場合はフライパン使うしかないけど、フライパンでやる場合は何分ぐらい蒸すんですか、何分ぐらいフライパンでやる場合は蒸し焼き、それは好みだね、インド人の場合だと他なんかやってると、はい、もう30分くらい平気でやっちゃうからね、もうなんだか分かんなくなっちゃう、あ、ちゃんと色変わっちゃうし、硬さは好みってことですか、好みだね、うん、日本人の場合硬さとある程度色にこだわるので、はい、さっきの水をあんまり入れない状態で、そ
く冷蔵庫に入れちゃってで食べる分だけ出して、あの冷凍しちゃっても構わない。まあちょっとまあ2分30秒ぐらい。今な700ワットで2分30秒。うん、はい。特にあの葉っぱもんで色を日本人色にこだわるので、例えばキャベツだとか色がそんなに落ちない程度でやる場合には、もう簡単にこう炒め混ぜてすぐ冷やして、で冷蔵庫に入れておいて直前にこれで温めるというか調理して、ここでもう調理できるんで、ね、今はこれもほとんど調理済みだけど、まあほぼ生の状態で入れてもこう、うん、あの調理できるんで、ね、これでも完全に火が通ったので、うん、次は何作るんですか？いや、今そのやり方を、あ、後でテンパリング合わせるやつ、テンパリングちょっとくどくなるんだけど、はい、で、これをね、はい、こういう感じで最後に、はい、今入ってるけどもうちょっと、はい、そうするとより香りが鮮烈にのものができます。自分で作る場合はこっちの方が美味しいかもしれない。ただあんまり差が出てない口に入れればあのすごく差が出てる。こういう後からね、後から入れる方法。